フラン書店所版カバー1951ハドリアヌス邸の改装は1951年に発表されたマルグリッド・ユルスナールによる歴史小説。第14代ローマ皇帝でご検定の一人、ハドリアヌスがその死に最死自身の後継者と目していたマルクス・アウレリウス・アントニウスにあてて記した改装録の形をとって書かれている。 軍人時代の業績から皇帝としての政治上の様々な配慮、各地への視察、芸術への愛着やアンティの薄への就寝、後継者選びから病の苦悩に至るまで、出来事の大筋は史実に沿いつつも、ハドリアノスその人の内面に寄り添って、彼の時々の洞察や内政、苦悩を描き出すことに重きが置かれており、心理小説と歴史小説の融合を成し遂げた作品として評価。 されている。ユルスナールは、20歳だった1924年に、初めてこの作品に着手したが、様々な形式を試みた後、一旦断念、その後幾度も着手と放棄を繰り返し、最終的に40代に入った1948年から1951年に、かけかけ上げた。作者による覚え書きでは、私の生涯のかなりな期間は、この一人人間のみ。 しかもすべてとつながりを持つ人間を定義し、ついで描こうと試みることに費やされたと記されている。この作品は発表後すぐ内外の批評家の賛辞を受け、代表作とみなされた。ありがとうございます。